はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日も企画の続きをやっていきましょう。レベル1から99まで何時間かかるのか。今ですね、8時間4分です。今日も2時間やっていきたいと思うんですけども、おそらく2時間以内に99にはなると思います。さあどれぐらいでいけるんでしょうか。もうね、最終段階に入ってて、アルロンドを連れてここでね、レベル上げをするだけなんだよね。さあどれぐらいかかるんでしょうか。やっていきましょう。さあ、おーし、よし、来た、よし、よし、ほいほいほい、お、また来た。今ですね、8時間33分です。833でレベルが96、96を超えました。こっからがきついんだよね。2、3回100倍出さないとレベルが上がっていかないので、こっからがちょっときつい状態です。9時間ちょっとだろうね、おそらく。これ最後になるかな、どうだ。よし、来たー、終わった、終わった、レベル上がったわ。これで99になりますね。飯にしよう、飯なりました。レベル99、まあ、パルテティオはなってないんだけども、主人公はなってます。今時間ですけども9時間4分です。で、このオープニングとか途中で喋ったりとかしてるので、おそらく8時間40分とかそれぐらいで、レベル99に行けるみたいです。はい、ようやく終わった。ようやくでもないな、結構早く終わったな。うん、でも実際のところ、ゲーム時間は9時間4分という風になってるんですけども、経験値100倍が出てない時は、リセットしてます。なので実際本当にかかったのは11時間、12時間とか、まあ11時間ぐらいだろうね。そんぐらいかかってますけども、まあゲームプレイとしては、8時間40分とかそれぐらいで、レベル99になるみたいです。ニューゲームから早いね。こんなに早く、レベルマックスになるゲームっていうのも珍しいかもしれません。はい、ということでこういう結果となりました。今までね、4回かな動画出しておりますので、そっちのチェックもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。